Sumimasen, Ogami-san. Yoroshii desu ka? Ogami-san, Pari Kagekidan no Granma-san kara tsūshin ga haitte kite imasu yo. Ee, honto desu. Sakusen shireishitsu no Ōgata Kinematoron de zushin shite kudasai ne. おや、ムッシュ。元気そうじゃないか。 ああ、心配いらないよ。大きな事件も特にないしね。 平和ですか、ないだろう。もっと気の利いたことを言いな。<笑> ムッシュがデートに行ったんで、喧嘩相手がいなくて寂しいとさ。ああ、そうだムッシュ。エリカはもうそっちに着いたかい？ らしいね。東京に行きたくて夜も眠れなかったようだし。ま、よろしく頼んだよ。こき使ってくれて構わないからさ。それより東京の状況はどうなってるんだい？ こっちの量子レーダーでも銀座のあたりだけはぼやけて映らないしさ。ムッシュ迫水は銀座の成り立ちに原因があるって言ってたけど。
ッシュ迫水が言うには銀座っていうのは巨大な封印らしいんだ。それもある一人の男の怨霊を鎮めるためだけの封印だとさ。あんたのいる帝劇が銀座にあるのも偶然じゃないかもしれないね。銀座文書にはそのあたりのことが詳しく書かれているそうだ。ムッシュ、大変だろうけどしっかりとやるんだよ。もし何かあった時はいつでもパリ歌劇団に出撃命令を出すんだ。いいね。もちろんさ、ムッシュは今でもパリ歌劇団の一員なんだからね。仲間のためにならどんな場所にでも駆けつける、それがパリ歌劇団だろ。オーナー、大神さんとお話できるって本当ですか？シシダメよ。オーナーはお仕事の話をしているんだから。私の話はもう終わったから、メル、ジー、好きにしな。ああ、ムッシュ、おまけも送っといたから、エリカのこと頼んだよ。それじゃあね、東京でもしっかりとやるんだよ。
仕方ないわね。 C の好きなところでいいよ。それじゃあね、ベルサイユに行きたいです。お弁当はベルが作ってね。このキネマトロンでお話できますよ。それでは大神さん、失礼しますね。
持たれていたようですので、
起きてます？エリカですけど、来ちゃいました。わかりました。何してたんですか？もしかして誰かとお話ししてたんですか？もなんですから、部屋の中にどうぞ。ここが大神さんのお部屋ですか。割と普通なんですね。米田さんのお部屋みたいに鎧とかお酒とかが置いてあるのかと思いました。私、大神さんのお部屋にいるんですよね。なんだかドキドキしちゃいます。東京に来るまではあれもこれも大神さんにお話ししようと思ってたのに。なんでだろう。今は大神さんのそばにいられるだけで幸せなんです。なんですか今の音。これからのこと、二人で考えましょうね。
二人で一緒に暮らせたらなって。いつも二人がそばにいて、私たちは一人じゃないって安心できるお家がいいな。大神さん、二人だけのお家探しに行きましょうね。あ、それ以上はいいです。もう言わないでください。そうですよね。いきなりやってきて一緒に暮らそうですもんね。私は大神さんにとってはパリ歌劇団の副隊長ですものね。それじゃあ大神さん、もう時間も遅いですから、これで。それでは、おやすみなさい。ふぅ、タンスの中って結構暑いんですね。汗かいちゃいました。聞かせてもらいましたし、今日はもう遅いですね。また明日お話ししていいですか？
舞台の練習をしてるんですか？私も見たいです。見学してもいいですか？働け、コゼット。お前は働くしか能がないんだからな。ほら、手が休んでるわよ。はい、ペナルティーさん、わかりました。なんだい、その目は。あんたを置き去りにした母親のファンティーヌを恨みな。上ですか。私もこのお話、修道院で読みました。それじゃ今度はマリアさんたちの芝居です。ファンティーヌ、なぜそこまで子供のために働く？子供に幸せになってほしいと思うのは親として当然の気持ち。いくらかかろうとお金程度で娘のコゼットの幸せが買えるなら私はいくらでも払います。だがあなたはそのお金を作るために体を壊してしまったではないか。自分の体を壊してまで子供の幸せとは求める価値があるのか。あの、すみません、注意。少しよろしいですか？わからなくなってしまって、本当にお金で子供の幸せが買えるのですか？愛する両親が体を壊してまで自分のために働くなんて私には耐えられません。そうね、私もそこは引っかかっていたわ。幸せとは貧しくとも親と暮らすことではないのでしょうか。注意。
変えてもよろしいでしょうか。今のままでは演じられません。わかりましたわ。ではファンティーヌは仕事を辞めて。娘のコゼットを迎えに行くようにいたしますわ。そして幸せに暮らしますの。でも、それで本当に親の愛の意味が表現できるかも。そやろか。うちはええと思うで。子供は親と暮らしたいもんや。家族が一緒ならどんな苦労も乗り越えられる。そういうもんとちゃうやろか。ファンティーヌ、なぜそこまで働くのだ。それは娘のコゼットと一緒に住むためです。貧しくとも家族が一緒に住むことこそが娘の幸せだと思いますから。今は娘にも苦労をかけますが、分かってくれると思います。大帝国劇場前に魔装騎兵が出現。しかもそのうちの一体は金色の蒸気を噴出している。そうだ、お前たちの後部を暴走させたあの金色の蒸気だ。ほんならあの魔装騎兵が金色の蒸気の親玉やったんか。うち絶対に許さへんで。銀座一帯に金色の蒸気が充満。蒸気機械が暴走を始めました。被害甚大。やあ、任せたぜ。行くんだ大神。
れはもしかして地下のミカサが暴走しているの？ミカサ蒸気機関要求機構から金色の蒸気が大量に流れ込んでいます。ミカサの蒸気機関を仲介して生徒全域に金色の蒸気が噴出しています。生徒が壊滅するわ。なんとかならないんですか？早く出撃してあの魔装騎兵を破壊すれば。ダメだ、ミカサの暴走を止めないとこの生徒は助からない。俺が行く。俺が味方を止める。味方の始末は俺がつける。このままじゃ、帝都がなくなっちまうだろうが。そんなことできるか。よく考えてみろ、オガミ。魔法騎兵も出てるんだぞ。お前たちはあいつをぶっ壊さなきゃならんだろうが。俺は後部には乗れねえんだよ。それにな、ミカサの始末は俺につけさせてくれ。頼む。すまねえな、ミカサは息子みてえなもんだからよ。
長。部隊を2つに分けるのはどうでしょうか。地下の三笠機関室で米田氏で一人で向かわれるのは自殺行為です。ですからコーラン、アイリス、織姫、ゼニーを護衛につけます。銀座に出現した魔装騎兵は隊長、さくら、すみれ、カンナ、そして私で迎撃します。それだと隊長のグループの戦力も低い。いい作戦とは思えない。でも、米田司令の護衛はこのメンバーでないと困難だわ。パリ歌劇団、シャノワールから緊急通信です。モニターに回します。待っているようだね。私たちからのプレゼントがそろそろ届くよ。整備班から通信、読み上げます。私も出撃します。いいですよね。エリカ、しっかりやるんだよ。パリ歌劇団の実力見せておやれ。称賛が立った。隊長、地上と地下戦力的に問題はない。よし、大神、戦いの準備はできたな。ならば出撃命令を出せ。準備完了。うん、